これも軽くいきますね。反動低くても関係なしですね。そうですね。これバックスクリーン入ってます。これバックスクリーン。はい。これもいきます。どっしりいってましたよね。これいったんじゃないですか。これは多分いきましたね。ライトスタンドへ。はい、こんにちは。JBS 武蔵野志保です。じゃあ、皆さんこんにちは。野球ユーチューバーのもこです。はい、向子さん。今日はですね、はい。カルリッケ。はい。ワールドシリーズ来ましたね。アメリカに来ました。今日はね、アメリカにいます。はい。ベーブ・ルースリーグっていう、はい、全米最大級。そうですね。はい。はい、リーグがありまして、うん、まあ、そのリーグが主催している、はい、今回大会です。そうですね。で、世界、まあ、各国が集まっていて、はい、チーム数が29チーム。はい。なんかアメリカから20チーム。はい。海外9チームが。そうです。選ばれて、で29チーム、そう、普通の会場に分かれていて、はい、それぞれの球場がメジャーリーグのスタジアムにモチーフにしてというか、それをこう縮小したような、はい、約3分の2じゃん。そうです、はい、3分の2にして作られている。一、はい、つ一つがすごく人工芝で全面ですね、綺麗ですね、はい、それを見てもらいたいのでご覧になっていただければと思います。はい、それではどうぞ。どうぞ。まず最初はシカゴフィールドのご紹介です。おどうですか、向こうさん。いやー、素晴らしいです。日本にはないんじゃないですか。いや、綺麗ですよ、人工芝で。はい、そしてこの赤いところは、ここは選手村になってて、はい、世界各国で選手たちは泊まってるんですよ。なんでも宿舎でも交流できるっていう感じなんです。素晴らしいですね。次がデトロイトフィールドですね。おお、全面人工芝で、ここはタイガースの、まあ、本拠地をモチーフにしてます。はい。で、次がブルックリン。もともとドジャースの本拠地だったみたいで、そうですね。はい、こちらも綺麗なフィールドですね。はい。Hi, this is place in Boston Park. Yeah. で、こちらがボストンフィールド。わお。はい。これレッドソックスのあれですね。これレフトはあれですか？レフトはあれですね。レフトはこれです。これグリーンモンスター。まあかの有名なものもちゃんと再現されてて、いや、ここでちょっと試合したいですね。そうですね。いや、楽しみです、ね。まあ、僕らは余裕で超えると思いますけど。そうですね。はい、続きましてこちら、はい、というわけでこちらがですね、当会場のメイン会場となりますセントルイスの球場です。見ての通り実況もついてるんでね、実況解説もついてて、あのテレビ放映もあってるんでね、素晴らしいです。全米人工芝、こちらが室内練習場です。わお。あの選手たちが、はい、練習ができるようになって、うんうん、でその同じ敷地内にこれもあるんですね、はい、で世界各国の、選手たちが練習してます ね、 そうですね。でこうやってあのグッズの販売ももちろんあって、なんかグローブ売ってましたよ。グローブ売ってました、グローブ売ってました。ローリングスさんが、では帽子、T シャツなどなどですね、はい、買い物も自由にできるようになってます。ホームランダービーが行われます、はいはい、これから始まるんですけれども、チーム対抗戦という形で1人代表がいて、飛ばし屋ですね。そうです、各国の飛ばし屋が集まって、まあ、競争していくと、はい、まあ、今日はちょっとまだ試合は行われないんですけれども、はい、そのホームランダービーのご様子をお届けしていきたいと思いますので、はい、こちらもご覧になってください、はい、それではどうぞ。どうぞ。はい、じゃあ始まりましたホームランダービー。はい、はい、来ましたね。来ましたね。ついに。もう各選手ですね、ガンガン本当に打ってくるんで。そうです、世界中の飛ばし屋が集まってるんで。いや、もう本当ねびっくりしますよね。はい、もうガンガン本当にライト方向、センター方向、レフト方向も関係なく、そうですね、バンバン放ってくんで、本当に12歳13歳かと思うぐらいね。本当ですね、はい、12歳、まあアンダー12なんで、そう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 、12歳までなんですけど、はいはい、もうそれとは本当に思えないバッティングでしたね。ガタイもね、ガタイもやばかったですね。はい、もう本当バックスクリーンとかもね、ガンガン出てましたもんね。ガラス割れてましたね。ガラス割れてましたね。びっくりですよ。じゃあ見ていきましょうか。はい。この選手なんかも、これかなりレフト飛んでて、でこの後のホームランがもう、これ言っても確信歩きですよ。本当だ。本当だ。気持ちよくなってる。打球をもう見ずにって感じですね。そうですね。半端じゃないですね。はい、さあ、志保さん。はい。来ましたよ。来ました。あの僕、現地で見てました、はい、これもうバックスクリーン、あ、バックスクリーンじゃないや、あのバックネットから見てたんですけど、メキシコの怪盗ペレス、ペレス、はい、これマジ驚愕です、ね、いや間違いなく6年後、全米ドラフトのアップバレてるんじゃないかといや可能性ありますね。あります、あります。もう本当打球の質が、はい、まあ、見てもらったら分かるんですけど、まあ、ちなみに僕とあのガタイ変わらなかったで す, でかいですよ。175センチ90キロの俺と変わらなかったですから、はい、ちょっと見ていきましょう、はい、まずドーン。これは入りますからね。軽く入ってますからね。
逆方向にも。いやマジすごいですね。これ10スイングするんですけど。10スイングはい。何本いったんですかね。これねちょっとほとんどいきましたよ、ね。そうですね。これも軽くいきますね。これも屋根越えてますからね。そうですね。いやちょっとねスイングがインパクトがおかしいんですよ。うん、音がもう全然違いましたもんね。もうガンガン。ギュアキン、ギュアキンみたいな。ガーン。もう弾道低くても関係なしですね。そうですね。これバックスクリーン入ってます。これバックスクリーン。はい、これもエグい。打球速度もう現地がすごかったこれあの、ホームランが5点ですよ。そうです、そうです。最後これ。大体これ終わりですね。そしてもうあの、10球中8本放り込むっていう。なるほど。これ間違いなく、スター候補ですよ。そうですね。もう、他の国の違う選手も集まってきちゃってますから。あまりにすごすぎた僕がスカウトだったら間違いなくペレスをもう1位で指名します。ダントツ1位ですか。もう間違いないですもう守備下手くそでもいいです。もう DH 46点ですね。、はい、もうあの過去史上大会記録らしいですよ。ああなるほどそうなんです、ね、はい、はい、で、我がジャパンからは、はい、背番号7栗山くんが登場しました、ね、キャプテンですね。キャプテンですね、はい、今大会のキャプテンということで、はい、まあ、そのパンチ力あるんで、はい、ただね、ペレスの後なんて、ちょっとあれでしたね。すごいプレッシャーが。プレッシャーが多分半端じゃなかったです、ね。僕だったらもう打席立てないです。ただ、はい、結構ね、頑張って、どっしり行ってましたよね。これいったんじゃないですか。これは、多分行きましたね。ライトスタンドへ。ナイスバッティングですね。2球目を放り込むと。そうですね。ここら辺からちょっとね、1本出たことによって、やや力みも出たかもしれないです、ね。ああ、狙おうみたいな。そう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 。ましてやこうもう俺が日本の、ね、ペレスだみたいなね。ペレスお前を俺は超えれるのかみたいな、そういうちょっと変な力みが入ってたかもしれない。なるほど、はい、後で聞いてみましょうか。そうですね、まだ12歳ですからね。そうですね、はい、これももう普通にいいバッティングですね。そうそうそう、なんか最新部ぐらいだったらいけた。なるほど、外野の最新部、外野の最新部が3点なんで、うん、はい、ホームランは5点。ちょっとねこれはこすり気味でしたけど、うん、比較的ねいいバッティングが多くて。そうですね、強肩強打の選手なんです。そうですね、キャッチャーで今ね活躍しますね。そうです。こちらが最後で鋭い打球を打つんですけども、まあ、惜しくも入らずっていう感じで。そうですね、はい、ただね、日本注目度高いんで。そうですね、すごい大勢栗山ってめっちゃ言われてましたよ。ああ、なるほど。これ多分サイン攻めあってるんですか。ああいいですね、これ交流もあるのもやっぱいいです。あ、ペレスとハグしてます。俺がもうカメラ押さえてますから、ね、はい。でこれがまあ、あと、この後各選手ももうボンボン放り込んでくるって感じですね。バハマ、はい。これはプエルトリコの選手で、はい、この選手もいいバッティングしましたね。いいね、もうガンガン放り込んできますね。ちょっと背景も暗くなってきて綺麗になってきました、ね。見やすいですね。ロンティ映えしてますね。